こんにちは、リノです。じゃーん、なんと配当にしました。イエーイ。めっちゃ急やねんけど、今までずっと長い期間黒髪やったのをちょっと卒業して、ガラッとイメチェンをねしてみました。個人的にはめちゃくちゃお気に入りやねんけど、どうですかみんな。コメント欄でちょっと似合ってるよとか言ってくれたら嬉しいです。まあ、こっからしばらくはちょっとハイトーン生活が続くと思います。で、今日の企画はじゃじゃーん、ザラのセール品を購入しました。イエイ。待ってたよって感じで、今まではずっと店舗にいてたんやけど、初めてこうネットでやってみました。なので、まあ、ネットの良さとかもちょっと途中で喋っていきながらちょっとね紹介していこうと思います。ではスタート。はい、まず一つ目はじゃーん、こちらのね黒のトップスを購入しました。で、これは名前がねレギュラーフィットドロップスリーブ T シャツですね。で、ブラックを購入して S サイズを買ってみました。で、お値段が1890円です。ザラやのに2000円いかへんって、安すぎて、そう1000円台で買えちゃうっていうのが衝撃すぎて、マジでセールありがてーって感じやねんけど、先にちょっと購入したものを何個か紹介します。で、今のトップスと合わせたら絶対可愛いと思って買った商品があって、それがこちらです。こちらのパンツを購入しました。で、これがサテンプリーツバミューダパンツの色がブルーイッシュっていう色で XS サイズを買いました。で、これがセールで2990円になってました。素材感とかこのサテンの感じがね、光沢感あってめっちゃ可愛くって、ちょっとこれとこれで合わせてみます。こんな感じです。これでももう十分可愛いんやけど、ちょっともう一個めっちゃ可愛いバッグゲットしたから、それさっき紹介していい？ごめんな。はい、それがじゃーん、こちらのバッグです。なんかクロワッサンバッグみたいな感じで、超ね今流行ってる形やと思うねんけど、これがノットディティールミニハンドバッグのエクリュっていう色を買って、で、これが3990円やって、割と新しく出た商品やからセール対象ではなかったんやけど、もうずっと狙ってたバッグやったから、ちょっとねこの機会にと思って買いました。これをね合わせたら、めっちゃ可愛くない？これやばすぎる。しかもさ、髪の毛ハイトーンにしたからさ、なんかこういう割と暗めな色でもなんかめっちゃ一気におしゃれに見える気がして、なんかもう最高って感じ。で、このトップスのここの腕の部分とかが、これね、これがめっちゃ可愛かったりして、ノンスリーブと半袖の間ぐらいのイメージかな。で、このパンツですね、これはもうこの色味とかも可愛いし、このツルツルとしたサテンの感じとか高級感たっぷりでめちゃくちゃ可愛いです。で、ちょっとネットで頼んだからさ、畳んで箱に入ってたから、ちょっとめっちゃシワが目立つんやけど、今こんな感じでプリーツが入ってるのもめちゃくちゃ可愛いですね。で、このバッグ、これめっちゃ可愛い。これ紐もついてるから、こういう感じで肩からもかけれるし、手でも持てるよっていう感じですね。で、しっかりね、ここボタンもついてます。まあ中身はそんなに入らへんかなって感じ。あとはこの取り出し口が結構狭めやから、財布とか結構出し入れしづらさはあるかもしれへんけど、まあ可愛いから OK っていうことで。このパンツを使ってもう一個で組んでみたいのがあるから、それちょっと次やってみます。はい、着替えました。こんな感じで白 T に上からジャケットを羽織って、なんか可愛さもありつつかっこよさもあるみたいな感じのコーデにしてみました。で、ポイントはジャケットはショート丈というか、なんていうのかな、まあこのぐらいとかの丈ってよりかは、スカートがギリギリ隠れへんよぐらいの丈感のジャケットと合わせるのが一番かっこよく着れると
思います。よし、そしたら次のアイテム紹介します。次購入したアイテムがじゃじゃーん、こちらのオレンジのもうニットトップスを購入しました。でこれ結構ねショート丈になっとって、なんかリナはビスチとして着たらすごい可愛いんじゃないかなって思って買いました。でこれがストライプクロップドトップスで、色が灰色がかった茶色っていう なんとも絶妙な記載なんですけど、そんな感じで、で値段が1690円で S サイズを購入しました。これをちょっとあの白の T シャツの上から着てみたいと思います。じゃーん、はい、かわいいで、あ、そうそう、このバッグをちょっとまだ紹介しなかったから紹介するな。このバッグも今回ね、ZARA のセールで買ったもので、ミニシティバッグブラックで1990円でした。で、これめっちゃくちゃ可愛すぎてさ、一瞬で一目惚れしてさ、カゴに入れたんやけど、あのやっぱネット通販ならではで、このサイズ感がかなり届いたら、え、ちっちゃって思ったもっと大きいと思ってたけど、結構ちっちゃくって、まあ中は割とこんな感じで、まあ紐が、肩紐もついてて、こういう感じでね、2つにこう分けられるって感じなんだけど、携帯ですらちょっとこういう感じで入らへんなって感じではあるから、お財布とかもサイズによってはちょっと厳しかったりはするかも。で今回 ZARA のセールな、ネットでやるのが初めてやったから、どんなもんかわからんくて怖かったから、一応前日までに買うものをしっかりカゴに入れて、時間ぴったりになったらすぐ買うって感じで全部買えたんやけど、意外となんか半分しか買えへんかったっていう人がおったりとか、結構競争率が高いらしくって、 ZARA のセール買ったっていうストーリーを載せた時に、超優しいフォロワーさんの子が、ZARA の通販やったら返品とかもできるからおすすめって、なんか結構挑戦しやすいよっていう風に教えてくれて、あ、そうなんやって思って、返品無料でやってくれるんやったらなんか挑戦しやすいなってすごい思った。で、このねオレンジのビスチェを買ったんやけど、かわいい、なんか白の T シャツとかと合わせて、でデニムとね合わせてみて、ちょっとめっちゃ夏っぽい感じのコーデにしてみたんやけど、これ全然 T シャツなしで、あのトップスとして1枚で着ても可愛いかなって思う。あ、靴はこんな感じで、これはグレールのサンダルです。で白の T シャツは GU で買いました。このパンツはユニクロのリナが大好きなフレアハイライズジーンズを履いてます。ユニクロの、はい、じゃあ次のアイテムいきます。じゃーん、こちらミニワンピをね購入しました。これがボリュームデザインミニワンピースで、ね、色がブラックで2990円になってました。で S サイズを買いました。そう、夏やし、せっかくならもうミニワンピ着ちゃえと思ってちょっと買ってみました。ちょっと着てみます。マジでこれ一番好きなコーデかもしれん。ちょっと見て、かわいい、じゃん、はい、こんな感じです。これめっちゃ可愛すぎてやばい。あ、これがちょっとごめん、あのザラじゃなくって、これだけちょっとシーンやねんけど、そう、でもめっちゃシーン安いから、これはねおすすめアイテムなんやけど、あ、そうそう、このワンピースは結構ね150センチのリナで丈感がこれぐらいで、ちょっと短めではあるから、明日はしっかりあのショートパンツとか履いてもらった方がいいと思うんだけど、で腕はこう長袖やねんな、こんぐらいの、そうで、今の季節やとちょっと暑いから、まあ、こういう感じでクシュクシュっと上にまくり上げて着てもらった方がいいかなって思います。で、この胸元が結構がっつりガンって開いてる感じやから、インナー選びも結構重要で、今回は白のキャミートップを入れてみたんやけど、ここにあえてあの色とかを入れてあげてもすごい可愛いと思う。うん、はい、次が最後の商品になります。じゃーん、こちらレザーのビスチェを購入しました。これが
フェイクレザートップスのブラックで S サイズで2290円になってました。なんかレザーがめっちゃ大好きで、でもなんかこういうトップスのレザーって持ってないと思ったから、ちょっとね安くなってたっていうので買いました。着てみます。はい、着てみました。さっきのオレンジのビスチェと同じ感じで、こういう感じちょっとピチめの、T シャツと合わせてみました。はい、こういう感じでマジで何色でもいいねんけど、こういうねカラーパンツと合わせるのが一番可愛い気がする。このパンツと あと靴もね、これは前回のザラの購入品紹介で紹介したものやねんけど、このねローファーとかガチで激推しアイテムやねんけど、これも今回セールになっててめっちゃ安くなってたから、ちょっと気になった方はこの機会にぜひっていう感じです。なんか靴は黒とかでももちろん可愛いと思うんだけど、結構レザーがこう主張強い感じで、黒黒黒になったらちょっときつくなっちゃうかなって思って、あえて白にしてみました。で他にも今ねちょっと着てみたんやけど、白 T 以外にこういう白シャツと合わせてあげたりしてもすごい可愛いと思います。でこのレザーのビスチェが届いた時に、えこれマジで着れるとかって思ってんけど、ピチピチじゃないみたいなって思ったけど、割と結構伸びる感じの生地やったし、チャックも横についてるし、あとはこの後ろね紐調整できるから割と着やすいかなって思います。でもう一個の逆にちょっとこっちのさっき紹介したオレンジのビスチェの方は肩紐がね調整はできひんから、その点はちょっとうーんって感じだったけど、でもニット素材って結構割と伸びるからこっちも着やすいと思います。はい、ということで以上がザラの購入品紹介でした。今回は全部で7点買って、だいたい1万8000円くらいでした。ザラのお買い物にしてはかなりいい買い物できたんじゃないかなって思います。かなり安く買えたと思う。しかも可愛いアイテムもたくさん、はい、ということでまだねセールやってると思うから、ぜひもうちょっと駆け込んでほしい。いいのってすぐなくなっちゃうから、マジでちょっとネット見たりとか店舗に行ったりとかしてみてください。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。他にもインスタや TikTok やってるので、そっちのフォローもぜひお願いします。ということでバイバーイ。